人の幸せってくいじゃないですか人の幸せってくいじゃないですかどうもフェストランド井口です河本です1週間ぶりでございますお願いしますえー忘れないうちに告知をしておきましょうかねあそうですかえー今週金曜日はいえまあこれが配信されてる次の日ですねはいはいえー爆砲ザフライデーはい松本大さんの番組にはえロケで出させていただいておりますんでねそうですね行きましたねぜひぜひそれを見てくださいよろしくお願いしますお願いします忘れないようにね言っとかないとうんまあどうなってるかちょっといい感じにね なってててるかかどう確認しいねそうですねちらも楽しみにしていただきたいのとあとこれは僕だけなんですけど木曜日なんでこの配信されてるこの日ですねの深夜にテレビ朝日で「広見ミ指原の恋のお世話始めました」という番組にね出させていただいております面白いっすよねあれ見れない地域の方もいると思うんですけどあとでアベまで配信されますんででねぜひそちらを見てください合コンする番組なんですけど あのー、やっぱそういうのをね軸にやっていきたいですねあの番組を軸にやっていきたいそのあの番組をうんああいう番組を軸に合コンする番組を軸にこれから活動していきたい <laughs> なかなかない、ね、あれ唯一だろもういやそのだから恋愛リアリティーショーとかな、ね、そういう感じのものを軸にバチェラーとかバチェラーとか違うだろう全然、ね、全然分かってねえよちゃかすなマジでバチェロレッテとかねだから全然違うんだよそういうことじゃないんだよ <laughs> 合コンする番組を軸にやっていくんだからまああれもだって恋愛リアリティーショーじゃないですか違う違う違うその世界が違うじゃんもうそうなったら何かまああれはちょっと特殊かそうでしょ、うん、だからまあ今回ね出させていただきますけど、うん、のまあ本当にそういうのが大事ですよやっぱり大事っていうその気持ちあモテたいとかっていう気持ち、うん、そうそうあのウイロ・プリンがね解散発表しちゃって寂しいね 人力の芸人なんですけどなんかこう本当にずっと一緒にやってきたしまだ同い年でユニットも一緒にやってたりしてねまあめちゃくちゃ漫才面白いしうまいしめちゃくちゃ面白いろい m 1の時期はね毎回もうすごいなって話題になったりしてるんですけど毎年ね行くんじゃねえか行くんじゃねえかってね言われてきましたけどねまあ改ざんするのはねいろんな要素あるだろうから僕ら何とも言えないですけどその分かんない部分もありますしねただやっぱりそのもっとそのうん ロの力というか絶対に芸能人と付き合いたいんだっていう欲があればね続けられたんじゃないかなっていういやそれは僕すごい納得したよお前が言ってたねだってお金はないんだからお金がない時何を希望にする芸能人と付き合うことだろそうだなエロだろそれしかないんだよその気持ちをやっぱ強く持たないとなかなか保てないですよ ウイロープリンはねねちょっと欲がなさすぎた、ね、<laughs> まあ性欲が <laughs> 知らないけど <laughs>、うん、そのやっぱね面白いこと面白いことってやっても、うん、面白い漫才いくらやっても、うん、そう簡単にこうお金がこう手に入るわけじゃないですから、うん、いやそりゃそうよその時にやっぱり何としても絶対に芸能人と付き合うんだっていう強い気持ちですよ、うんうん、いやそうモテたいって大事ですよねだってまるちゃんなんかあ安全靴 みたいなのが入ってきよったかいつも。<laughs> <や>まあまあ,あこいつもうま漫才、まあ、しか興味ねえんだろうな <laughs> っていうは <laughs> 二人ともな。 武骨ね、全員やってましたからね。んかね、すすけたような格好して、いつも、きょうたん、きったねえなと思って、顔ええのに。まあまあね、確かにね、いや、それは分かんないですけど、どういう要素か、解散わかんないですけど、火の中くぐってきたんかような格好してくるからそういうことあのお祭りの神社のすすだらけみたいな、そうそう、マジですからね。いや、そう、でも、その解散しそうみたいなのを、僕が裏で結構よくいじってて。 どうせ解散するみたいなことを言ってたら本当にしちゃったからそうしたら家で出ちゃうと思うんですよねもうだから本当にいつでも戻ってきてくれりゃいいんだから戻ってくると思いますよやりたくなったらまともに働けるわけないんだからんか直前に丸山さんがなんか辞めちゃうみたいなことになってますけど直前になんかすごい前髪を短くしてましたから社会いけないよあれじゃんで最後にそれするのいやわかんないですけどまあ戻ってきてくれるでしょうぜひそちらもねなのでそちらの番組もぜひいやそうですね 増えてますからね今ねうん何がですかテレビがいいよそんなん言うな別に増えてもねえしそんなね2個じゃねえかよ今告知したの TVer でなんか焚き火会のやつ見れるらしいわあそうですかちゃんと早くしてね告知してくださいちゃんと Twitter でしましたうんだからその Twitter でしましたじゃねえんでここでも言えちゃんといや見てるでしょどうせ。 見てないよお前のツイッターなんか誰もずーっと調子に乗ってるじゃんいやいやだってもう売れたしないやもう、まあ、今はボケみたいにしてるけど、うん、なんか出てくるんだろうなそのなんかガチのやつガチのやつが <laughs> もうやだわ本当やだわいやほんまにお前はもう何でもないからなマジで改めて強く言っとくけどいやもちろん自覚しとるよけど、うん、まあちょっとぐらい平いダメなんだよ <laughs> ちょっとぐらい ホ本当にちょっとわがままとか <laughs> 絶対ダメだよ絶対ダメそんなの <laughs> ビル君ぶん殴ったりする <laughs> とかそんなのわがままとかでもねえし <laughs> ボコボコされるかビル君ビル君つえーけんなり <laughs> 悟空みたいなこと言うなら <laughs> 強えとか弱えとかねえんだよ、ね、いや,いやビル君勝利にしようだけどいやいいよその具体的にはどうでも <laughs> 本当は <laughs> そこはどうでもん <laughs> この議論のその主題何なんだよその いや、気をつけてね、言っていかなきゃいけないしシ吉ラさん、無視したりしようから。いやいや、まあ、それはいいから、勝手にしろよ。人手なしになるだけだぞ。いや、まあ、あの、また告知もしますんでね。見てください、それよろしくお願いします。お願いします。行き続き、気をつけてくださいよ。もうそんなこと言わないように。変なことは言いますからね。今、めっちゃ気をつけてる、でも。まあ、さすがに、ちょっと言いましたからね。まあ、結果、喋らんようになっとんだけどな。いや、でもまあまあ。 い <laughs> いやいや、それぐらいの方が変なことになるよりはよくないう思ってね。いいんですけど、ずっとつ継続して成長してくださいよ。前、割と続いとるだろ、2、3日だろ、2、3日だろ、だから、いや、大したもんだよ、2、3日。確かに、いつももうここを出た瞬間に忘れるわけですから、お願いします、これからもね。まあ、またあの収録行ったやつとか、放送日決まり次第告知していきたいと思いますんでね、の僕のツイッターの方もそれちょっと見ていただきつつ、まあ、ぶち立ちの方でも行っていきますんで、よろしくお願いしますというのと、お願いしますなんだよ。 すじゃないップが出たいいよじゃあ逃げろよマイクからなんでゲップ出る状態で喋るんだよふっとしいなもう一個ちょっと発表というかちょっと報告が遅れてしまったんですけど r 1グランプリ優勝を目指して頑張るとね高らかに宣言しておりましたが出られませんでしたさすがにでもこれ別に騙したわけでもなくタイに入ってから本当に10年なんで出れるはずなんですけど。 なんかあのやっぱり直前の m 1の,の VTR で2008年結成って言いながらあの白いとこ歩いてたんででもわな、うん、嘘つけってことになっちゃうんでまたしても足を引っ張ったなお前が、うん、そうだな、うん、お前さえいなけりゃな m 1出ることもなかったな <laughs> いやわけわかんない世界になってきてそうなったら <laughs> まあでもこれはしょうがないんでね、あのーまあ、よかったえもう出れない もう出れないですよ。で、な生だけ乗ってたんでちょっと誤解与えた人もいるかもしれませんけど、出れないんで出てませんのでね。ああ、そう。ちょっと寂しかったな。そうだな。でも、あのただこれあんまあるですけど、ここでもよく言ってた、なんていうですか、悪夢というか夢でね、ネタが全然できてないのに舞台袖にいるっていう夢、芸人がよく見てて言うじゃないですか、単独ライブなのに全然ネタがないとか、それこそ M1 の予選なのに全然。 舞台袖でもういるのにネタがないっていうのをまあまあ見るわけですよみんなねそのプレッシャーとかってな m 1の本番とかでもネタがないみたいなそんなありえないんだけどそういう夢ってよく見るっていう話したじゃないですかそういうのねであのこの間 r 1の夢見てまた舞台袖でもうリュックとかも背負ってきのむきのままで出番直前なんだよあのいつもの格好でいつもの格好でやばいネタない ってなる夢たでもまあいいかって <laughs> そのなんかなんでいやあのー、別にこのまま出て何か言えばいいかっていうそのいやいやだから怒られちゃいそうだけど、うん、でも本当にちょっと、あのー、おもかん思いついたというか、うん、夢で初めてそれでいけるってなったんだよその気のみきのままでいて。うん ライブ会場から出てきた芸人の設定でなんかこれ言えるんじゃねえかみたいなすごいな夢で思いついたんだ勝ったんじゃん 普通それでも絶望的な気分になって起きるとかあそういうびしょになるとかじゃ夢でその行けたんだよそすげえあんまないだろそんないないないそんなだから R−1 っていつも僕その感じでやってたから当日行ってなんか考えてたからその悪夢じゃなくなった悪夢じゃなく超えたんだよ悪夢をすげえだから起きた時うわって逆になったもんそのあ出れんけどそうっていうかあれでよかったよと思ったもし出れたらあれやってたかもしれないですしねそれええなうん なんですかそのネタ、多分いやいや、それ分かんないけど、そういうの思いついたよっていうのもありますから、まあ、あの、ルバ1は出られませんけどね、映画それうるせえんで、一言でずっと言ってるけど、それ、映画じゃないんだ二人の出番の時もやったら映画、それ、やらないよ、なんでどうするの、面白い、見たいけん、俺が、俺、横に立っとけん、やってや、それ、今度、いや、やらないよ、見してや。 いいやや、見せないし完成もしてないしやらないよ2人の時1人だったらまだ分かんないけどいや2人の時俺も舞台上おるけ舞台上来んなよちゃべってほしいからそんなやつはちょっと出てくんな一応ウエストランドって呼ばれとるけんないいよ全然けんが二人はウエストランドって僕なんだからまあそれはそうなんだけどこの間でもたまたま入れ違いでタイムマシーン3号さんにお会いして その関さんとこうちょっと話してて元気になったみたいな心配してくれてたりしてね、うん、1> m 1の話なんかしてたりして、まあ、久しぶりにお会いしたんで、うん、久し,ぶりでしたら、ね、山本さんが来て「うん、おおお疲れ」みたいな「うん、お疲れ様です」って言った山本さんが「うん、あれふとしは?」って言った時、うん、僕思わず「いやんでだよ」って言って <laughs> <laughs> そんなわけないっていうその久しぶりにウエストランドに会った人が、うん、あいつを最初に求めるわけがないと思っても思いっきり「いやなんでだよ」 聞こえたもんその声突っ込んだもんもう山本さん弾いとったよそれお前いくら何でもだぞって言ったけど僕はそこは譲る気ないやその後も続けようとウエストランドって僕ですよ聞こえた聞こえたあいつに何をあいつに話すことなんであるんだましてや僕を差し置いてまだひとしきり僕と話してからならいいんだよ別にタイムマシンさん俺のこと大好きで 山本さんと飲んだ次の日あの関さんと飲んであったな仲間やねそんなことコロナ禍の前の数年前ねお互い知らずに2日連続「お前」と飲んでっていうタイムマシンさん知らなかったんだよなあとからそう、2日連続はずいよななんかそれはずくないタイムマシンさんの立場だったらいやはずいと思うで特に高校の方うう相方と飲んだやつ次の日誘っちゃったみたいななんかちょっと穴きょみたいないやいやそれは違うよそれ違うか 冷めましたね。はい。早朝マシ大会じゃ。もういいよそれも。<laughs> ずっと言うけど。テントサウナ早乙女選手権のね、日本、うん、チャンピオンからの真逆の芸人としては。うん、お笑い早朝マシ大会ね。<laughs> 何の大会なんでそれ。<laughs> のチャンピオンね。うん、声は小さいな。きょちょっと絞った。キュッとキュット絞った。キュット絞った。いや嘘つけその間違えてな内容にごまかせるか。<laughs> ちょっとあのー NSC じゃねえやタイタンの学校<笑><笑>あのータイタンの学校だえタ<あ>イタンの養成所って NSC じゃないよな違うよ <laughs> タイタンの学校か <laughs> タイタンの学校で山中さんの授業を受けるまあ本当に受けるんですけどちょっと今ご時世的にねそうそうそうまだやれてないその授業が難しいらしいんですよなん,かうんちょっと落ち着いてからになるかもしれませんけどねそうですねちょっとそちらもやっていかないと、ね、それはちょっと急務なんでね引き続きお願いしますけど<あ>もね、えー、それではそろそろ行きましょう <laughs> ウエストランドの ぶちラジ、えー。今日のぶちラジ、まずはこのコーナーからです。そんなことあります?えー。そんなことありますという、嘘のような本と話を送ってきてもらってます。僕ですよ、読むの。え、あ、そうか。<laughs> 何ができるんだよ、もうこうなったら。<laughs> 本当。に。何にもできねえな。<laughs> なんか。こう、時々、ね、収録とか読んでいただく。まあ、以前よりは回数があるということで。浮き彫りになるよな。 なるなそのやってなさが今までやってなかったことがほんまにそのやっぱつけ焼きまで通用するロード甘い世界じゃない世界じゃないやっぱりすげえわ売れとる人はだから何のための12年だったんだもうすぐバレるぞテレビの人にいやもうバレてるよバレとるかバレてるよどん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 バレとるなんか徐々に僕一人で呼ばれるように移行してきてるもんすごいよな 売れる前からバラ売りっていうかその売りでバラ売りとかじゃない切り離してあっ <laughs> そうか、うん、片方捨てとんね <laughs> <laughs>、うんバカいやマジマジ <laughs> マジか <laughs> <laughs> やってくれちゃうと <laughs> まあじ徐々にね徐々に成長してってくださいねお願いしますよまだ1年目ですからねテレビは 1>, 1年目でもねえわ別に、うん、出てないんだからまだしゃべってもないしなんかすごい出てる感じだけどまだ一言もしゃべってないからなテレビで言っとくけど今年 <laughs> ほんまにな <laughs> そうそうそういじりとかじゃなく <laughs> これ悲しいからほんとにな <laughs> そろそろなんか喋れよ本当にテレビでし、ね、ゃ喋,、うん、喋んないとね, <laughs> いねカットされたとかじゃないよ本当とに喋ってないけどなかそのすごい調子に乗って喋って本当のほんとにあの,本当の全部のカットになるかな、うん、空のパンチ打ちまくって、ね、<laughs> 腰が腰が乗ってない、うん、嫁にはあの全部カットされたって言ってますけどねだからなんおどう思うんだよ奥さんはその意味わかんないじゃん, <laughs> ん,いやなんか 一応ボケたけど全部カットされるんだよな俺はやっぱそういうキャラだっけ違うよ嘘ついたなさけねえな本当に情けねえやつで、あそういえばあの全然ちょっと読まなくて申し訳ないんですけどあのまあいろんな取材とかでなんていうんですか記事特集とかしていただいてない aiman とかもあったからありがたいんですけどあのこの間の記事にあったのがまあネタ味噌ネミヒガミでウエストランドみたいなまあ言ってるからその書いてあるその 並びで、うん、その売れないモテないみっともないウエストランドみたいな <laughs> 僕らが一回も言ったことないそのい勝手なもうひどい <laughs> みっともないはひどいよなみっともないはひどいよおもろいけど <laughs> でその,後のあの別の記事ではゴキブリのように張って頑張るみたいな這い <laughs> 出したらゴキブリじゃただのその<ー>僕がゴキブリみたいな あの根性なんすよみたいなことを言っ,強いっていう、ね、その芸人やメンタルがそういうもんだみたいなことを言ってんのにんはったらゴキブリなんですよん <laughs> その表現したら <laughs> ひどいよな,などう見えとんのいくらなんでも僕らのことうちの方はあのラリーさんオアライターのラリーさん何を隠そうラリーさんが <laughs> 寸法師の名付け親ですからねだからそうそうそう思ってんだよ僕らのことだから本当に汚いと思ってるんでしょうねゴキブリだとみっともないは違うけど最悪だよそんなのまにまあまあそれはそれでねいいじゃないですかいいやいいですいいですおいしいって言ったらんかの本当に心配しちゃう人とか怒る人いちゃうから僕らからそういうの奪うなみんな いいんだからこっちはもうそれでもうニヤニヤしてるんですから <laughs> また言うぞーって思ってんだから <laughs> 飯の種だよ飯の種気にしないでください皆さん何にもあの僕らのことを、あのー、守らなくて大丈夫ですからねゴキブリなんだから <laughs> そういうのがゴキブリ根性なんだかそうそう本当ら大丈夫でも間違えた誹謗中傷みたいなのはそれは違うし、ね、それはもう本当にめちゃくちゃ怒りますけどね <laughs> 間違えた出,出動するからねうんだからもうちょっとやっぱみんなね考えてね、あのー、今、うん なんていうかっこ褒めてるみたいなしなきゃ伝わんなかったり。ああ。まあ、やっぱ文字だから難しいとかあるけどな。そうね、入れてほしいね、それは。入れてほしくないよ、その。かっこ褒め。いい、よ入れてほしくない。入れてほしくない。はい、いきますよ。はい。なんか乗り違いそうなんでいきます。ね危なかった。なんもう、やばい、違うと思っただろう。違うもんな、いつも。違うもん。その趣旨とか全然わかんないもんな。国語がね、多分ゼロなんだね成績。一位は聞いたことあるけど。あと、あの、なんていうの。 ミニコンまあミニコントってあれですけどみんなのノリとか絶対できないもんなできん分からん終わってからは本当にあ,あそういうことかマジであれ邪魔なんだよな、うん、そのもし分かんなかったら本当に黙っといてもう、うん、なんか <laughs> ストップするぐらいなら <laughs>。 それで結局、早しこの間もドドンさんお坊さんの芸人のドドンさんと一緒にやっても長い付き合いですいも長い10年以上一緒にやっててで坊さんの話とかになってそれこそ「タイタン」の今学校の3期生にお坊さんがいて出てだよとは思うけどコッさんっていうお坊さん増えてきてるからその話とかしててライブでね。 結構年末年始もお坊さん芸人両方お坊さんの芸人とかがテレビ出てたのに話になった時にドドンの石田さんがねお坊さんでしょで安田さんは普通の,あのお坊さんじゃないから「安田さんが邪魔なんだろ」みたいな「安田が邪魔だ!」みたいなノリになってみんなでワーワーやっていく時に。 その僕もう疑ったけど僕も「安田さんいらないんですよ邪魔じゃないですよ結局」みたいな「ちょっとなんでだよ」とかになる中のお前の「そんなことねえわ」みたいな「安田さんいるだろ」みたいなんか「はやさましい」「安田さんが一番かわいそうだったもん」「いやあの言うよ安田さんは邪魔じゃないよ」「そりゃ真実なんていいんだよもう」「そうね」俺も安田さん邪魔だろ で、聞こえてきて、あ、そっちかってな。そんの子?。でも、冷めたよ、何も。さめた。すでに遅しは。まあまあの声でとったけど。その時に限ってな。そういう時に限って。なんか突っ込んじゃうんだよな。そう。そういう時って、やっぱ、こう、乗るが、こう、パーンって。でも、いつも、なんか、みんなで。それこそ、こういうコロナ禍の前とか、エンディングとか、みんなは、沸いて。やりだした時、お前だけ、なんか、止めるよな。止める。なんか、嘘だから、みんな。うん。 安田さんも邪魔じゃないし誰かのこといじっても嫌いじゃないしでも嬉しい美味しいとか美味しいとかの概念ないもんなもう多分。ないあれもうそれはお願いしますねいやガローみたいなんかいやガローっての前なんかなってましたいきましょう打ち出しネームそんなことありますのコーナーですかね ブチラジネーム空飛ぶ焼きそばパン」はいこんにちは私は m 1を見てウエストランドさんにドハマりし<ー>現在ブチラジを過去に遡って主張しています」って言わますある回で井口さんが「ウィキペディアで河本が井口より上なのおかしいだろう」とおっしゃっていたので、はい、私の方で編集し井口さんを上にしましたおすごいなしかし後日確認すると河本さんが再度上に編集履歴を見るにほんの2時間で奪還されていましたそんなことあります すごいこれマジで気になるんだよな腹立つんだよなウィキペディア見るたびに <laughs> まあでもそれを井口に言わせるためのそれでしょ違うよ僕が上にしろこれマジ、うん、これマジお笑いとかじゃなくて <laughs> これはマジおいや美味しいとかないからこれに関しては、うん、<laughs> また間違いな <laughs> いやいやいいけど別に、えー、ブちだちネーム「川崎フマンターレ」<laughs> これはちょっといいな <laughs> いいですねフマンターレ、うんえー、妻に「最近枕が臭い」と言われうわ ごめんついにおじさんの匂いになっちゃったかと答えたらうん、うん、おばあちゃんの匂いと言われました <laughs>、うん、そんなことありますなんかちょっと微笑ましいな、うん、これは許せないな許せない <laughs> 新規かな、うん、ソルジャーではないな <laughs> なんでそんなこと言うんです <laughs> 再教育が必要ですね <laughs> だってこれ自慢ですね真っ暗くっつけじゃろうかあロアロアで頭に いいやいや全然面白くないよ頭に枕くっつけちゃうアロンアルファでうんうん、うん、以上ですそんな話髪の毛が痛ケえだろ相当キラにはもう取れはいい, <laughs> いいよもうそのどうでもそんな話は打、えー、ち立しネームセバタリアン、はい、友人が コンタクトの上に伊達メガネをかけてました。そんなことあります。<laughs> まあ、芸能人ならね、やってるし、ね。ああ、なるほど。うん、レンズの入ってないメガネとか,だとか、ちょっとレンズだと反射してね、うん、光っちゃうんですよ。ええー、ブチラジネーム真心ブラジャーズ。<laughs> ブラザーズね <laughs>、えー。自分が学生時代に働いていたバイト先に、新しく入ったおっさん。自分が学生時代に住んでいたアパートの、僕の部屋に住んでいる。えー、そんなことあります。すげえ。入れ替わりで、まあ、近いのかな。 すげえな <laughs> まあまあちょっとテンション上がるけどなぶち<あ>、えー、アジネーム恋に恋するサラリーマンかっこ48歳 <laughs> 地に足つけろお前もうちょっとああそうね、えー、井口さん河本さんスタッフの皆さんこんばんは会社の忘年会などで写真を撮られる機会があるたびに太田さんの真似をして舌を出して写っていたのですが先日同僚から「お前陰でアインシュタインって呼ばれてるぞ」と言われました <laughs> そんなことあります やっぱタレント性がある人からやんないとお前みたいになるからそうあれもね僕一時やってましたけどねやっぱやらん方がええそうそうその活躍すんなと思ったもんお前じゃないんだよっていうその棒立ちでいんな俺ほんとそうでんていう一人の写真なら好きにしてくださいよそりゃまあコンビでも最悪いいよみんなのやつ時はもうお前じゃないから目線入れてもらおう <な>いやそれも違うよやりすぎか <laughs> おじさんみたいに聞き返してくるのやめてくれよやりすぎかじゃないんだよやりすぎじゃないないやいいよ聞き返すなもう知らねえよもう知らないよ一 <laughs> 個一個のボケ確認するの嫌だよ自信持ってくれここでちゃんとやっぱ確認しながらそうそうやっぱ外だうだ一に持っていくものをね精査していかなきゃいけないですから今んところはそうかないか持ってくやつはね外に持っていけるやつない <laughs> じゃあこれなんだよ えー、以上そんなことありますのコーナーでした続いてはののしり先生ののしり先生こと僕が皆さんの失敗を即興でのしることでその失敗をチャラにしてあげようというコーナーです、はい行きましょうかうちラジネーム東京マリアナ海溝、うん、井口さん河本さんこんにちは私は感情がすぐに顔にだ出てしまいます出すなよ面白かったり嬉しかったりするとすぐに顔がにやけてしまったりそれはいいよ嫌なこととかあったりすると むつけた顔をしてしてままいますす独特の表現すんな <laughs> あんか「むつけた」ってあと出すなそのため嘘がつけないし人狼とかやるとすぐに殺されちゃいます <laughs> 人狼ぐらいの話ならいいよ別にその上思ったこととか結構口に出しちゃう癖もあるので常に感情だだ漏れなのです、うん、言い訳してんで、ね、こういうやつ甘えんなよ こういうやついるんだよな顔についつい出ちゃいますとか、えー、嘘がつきませんみたいなんでなんか自分をプラスのように言ってるけどマイナスですからねやめろマジであるある感情にある程度蓋をできるようにのしってくれませんか蓋しろ絶対に甘いんだよ自分に結局ただそれだけ、うん、わがままなだけただ単にだと思うよ思いやりがあればね <laughs> こんなエ m ワ1から新規で聞いた人どう思うんだろうなその <laughs> 野尻先生も本当にこれはちょっとまだ甘いな我慢が足りない無理する必要はないけどそうなりたいならそれは甘えないよし嫌なことなんていくらでもありますよ「いいって言っとかないとそうどんだけね嫌なことあってもね「いへって言いつつあとで愚痴りゃいいんだから愚痴の配信とかしてないのかなこの人しないでしょ愚痴で配信すりゃいいんだよ やっぱ芸人ってすごいよなんか嫌なことあってもそれ話せるわけですからねああか最高の職業というかみんなもそうした方がいいというか <laughs> ま普、あ、通の人はなかなかそのねいや嫌なこと起きても同時にこれを話すぞって思うじゃん、うん、お前以外の芸人は全員お前その機能ないだろうけど僕はもうそのサンドバッグ殴ったりする <laughs> <laughs> なんでそれ <laughs> 一番つまんない解決方法じゃん <laughs> サンドバッグ、うん、それがなんか全部トータルで、うん めちゃくちゃ思んないだろ今の多分今日一これ本当一番んか嫌だったなか裏笑いみたいなのすら超越して結構ここ数か月で一番つまんない可能性あるもん偉いもんで笑ってないもん俺だろいつも自分でやって滑ってもらう気持ち悪いもん嫌なことあった時にサンドバッグをぶん殴るっていうになんか全然思んだいよな嫌だった僕もういくら滑ってもいいんないですかつも笑うがないんすよ 何にも思わないこればっかりはさすがにけどこの間本当にあの体が勝手に反応して涙だけ出てきたライブ中に滑ってまあ今エンディングとかマスクしてるんで表情こそちゃんと確認できなかったけど見たら泣いてたんだよそう僕は何も思ってないそんなこと日常茶飯事だけでも体がけど体だけ反応したら涙がツーって出てきたてかんないよそんなあったなあれあれ泣いてないってなってあ本まじゃと思って待ってください次行こうはい。 ブチラジネーム何かいい名前ありませんかね考えろ自分でそれ考えてから送ってこい野々重先生こんばんは、はい、ちっちゃいけど大きい失敗をしました分かんねえよなんでそれ私は先日父に買ってもらったお気に入りのトートバッグをなくしました、うん、あまあそういうこともあるかおそらくベランダで干している時に強風で飛びました失敗ですそれはちょっとなんかもうちょっと予防できたかもなうんその後3日後に手袋をなくしましたおいやりすぎたら<れ>そうなったらこれも父に買ってもらった思い出のものです なんか何とも言えなくなるよ「野のり先生失敗をチャラにしてください」そして指先が寒いですいやお前野のり先生のことどう思ってんのか知んないけど <laughs> 何をチャラにできるんだよこれでお前もう予防するしかないよわかるよわかるけど、うん、安全に室内に干すしかないよ大事なものはそうねそれも何があるかわかんないから、うん、もう本当に譲れないものは そ外に干したい気持ちもあっても中に干すしかないもうそれだけのことだよどっかでお前はそこを怠ったわけだからましてや一回失敗したのにまた失敗してお前があったんだろうねあと父にいっぱい買ってもらうな自力で買えもうちょっと自分で買いましょうすごい買ってくれるじゃん父手袋とトートバッグなんか買ってくれよな何にも買ってくれない買ってくれこっちにんでなんにもいいだろ別に理由はないよ買ってほしいトートバッグ買ってほしいわカバン買ってほしい 煽るかうんいやボロボロなってきてんだよだ買ってくれよ誰が父でその <laughs> その人の父してよお前、うん、お前の父って何でやべつそれはいいだろ <laughs> あうちだちね虫、うん、がない坊主 うん、井口さん河野さんこんばんははい、こんばんば私は7年前からブチラジを聞いているのですが、うん、ここ2年は聞いていませんなんでだよ聞けよ <laughs> 中学生からブチラジを聞き始め高校3年の受験期にはそのストレスから登校するほどだったのですが、うん、大学の、ね、素敵な男性と出会ってからは自然と聞かなくなっていましたクソがブチラジのない生活は楽しくとうとうなしでも生きていけるようになったと思ったのですが、うん、就活を始めたところで戻ってきてしまいました <laughs> <laughs> やっぱみんな相談のかよこれから急いで2年分聞き、ソルジャーとして一からやり直すので、どうか強く罵ってください。違う就活は頑張れよ、もうこいつら全員就活から逃げるためにこれを使って、ああ、これでいいんだって納得して、誰ーも就職しないんだよ、うん、就職率、めちゃくちゃ低いからな、低いと思うぶち出しの、ぶ、ま、ち出しリスラーの就職率と離職率は高いしな、離職,ね、離職率は高いし、うん、え <laughs> 全員やめてってんだよ。 ほんまにそ大学時代とか楽しく聞く分にはいいんだよ、うん、なんで就活になったらすぐ聞いて逃げ出すんだよすぐほんまにやめるんよなほんまに働けよ歯車になれもう一度言っとくけどどうせ歯車なんだから素晴らしい,ら、ね、らしい歯車がないと回んないんだから、うん、歯車になれよかっこつけて歯車になりたくねえじゃあ何になりてんだよ歯車しかないんだから、うん、何歯車以外のじゃあ何になりたいって言ってんのそもそもその例えの中には何があんの じゃあその同じ中で例えなきゃいけないじゃん歯車以外で<ー>何があんの潤滑油なんか違うな <laughs> 違いそうじゃないうーん、違うと思う、うん、いや潤滑油はなんかまた違うじゃん部品でしょ<ー>だって。 たとえきれんないんこいつら歯車以外の例えねえくせに言ってんだよねえくせに歯車になりたくねえって,ってじゃあ何になりたいんですか教えてください秀逸 <laughs> な例えお待ちしております性格が悪いよもう歯車以外の例えのコーナー作ってやろうか投稿、はい、ホーム作ってやろうか <laughs> い,いっつもこんなのな <laughs> いないもんな,ないもんでも歯車になんかなりたくねえんだよじゃ何になるんですか秀逸な例えお待ちしてます性格は <laughs> これ M1 からの新規離れるぞ<の> <laughs> どんどん突き放すよないやいや,いやこんくらいにしときましょうかねはい、えー、以上のろし先生のコーナーでした、はい、さあエンディングですブチラジア YouTube と Podcast をオーディオブックドット JP の企業大プランで配信しています YouTube でご覧の方は高評価ボタンを押していただけると助かります、えー、通知がいくようにも絶対にしてください,いこれは大事ですすべ、えー、てのコーナーへのなんかそういえば通知とかしなくていいからねって言ってて優しいみたいな他の人が、うん、なんかちげえよ何わ分かってないんだよ そんなやつがいたんですかなんか魂が何か言っててそれが優しいみたいな見張ってるからなみんなちょっとしたコメントもすごい<ー>タマシーズのファンまで見とった違う分かんないけどぶち出しでそう言ってたけど魂はみたいな、まあ、そういう趣旨で言ってないだろうけど<ー>そういう可能性があるからその人はそうじゃないかもしれないけど他には言う人もいるじゃん、うん、でも違うんだこっち調べた上で必要なんだよそうそう必要なんですよ、うん お願いしますよ <laughs> 理由はね、皆まで言わせない,い、ね、皆までは言わせないでください。何週間前のでで皆まま言ってますあと、オーディオブックドット JP だけで聴ける特別編で紹介したメールにもステッカーをお送りするので、ぜひチェックしてみてください。ぜひね、聞きたプランでいろんなものが聴けますのでね、その中の一つにブチラジもありますので、ぜひ,ぜひよろしくお願いします、はいえー。繰り返しになりますけど、はいえー、これが配信されている日、木曜日深夜、えー、にヒロミ、指原の。 恋のお世始めました、はい、入木出てますし金曜日はバコーザフライデーに出ておりますので、はい、ぜひぜひそちら見てくださいよろしくお願いします,いいすウエストランドのブチラジ今週はここまでまた来週さよならありがとうございました